イスラエル空軍第122飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、ガルフストリーム G500、550なショーンを運用する飛行隊である。装備機の愛称をとって、ナフションスコードローンとも呼ばれる。1962年の編成時から2000年頃まで、ダグラス DC-3、C-47 ダコタを主体的に運用していたため、 ダコタスコードローンの故障でも知られる。第122飛行隊は、1962年に、運用機種をノールノラトラに改変した第103飛行隊から、移管された約20機のダグラス DC-3、C-47 ダコタを運用する飛行隊として、ロット空軍基地で編成された。なお、同じく第103飛行隊から DC-3、 C-47 を移管され、第122飛行隊と同時期に編成された第120飛行隊は4機の DC-3、C-47 を運用することとなった。1973年の第4次中東戦争開始時点では、第122飛行隊の装備機は10機程度に減少していたが、その後 DC-3、C-47 が、 追加補充され、20機程度の運用を2000年まで続けた。エジプト、シリア両軍による奇襲で始まった第4次中東、戦争では、第122飛行隊の指揮下で民間機を含む3機の IAI アラバが徴用され、補給任務や負傷者の搬送に使用された。これらの機体は戦争終結後、元の持ち主に返却された。1982年のガリラヤの、 平和作戦においても、第122飛行隊の DC-3、C-47 は効果的に運用され、レワノン領空内に侵入して補給任務を行った。1980年代には新たに3機の IAI、アラバが追加配備されたが、依然としてダコタの運用は継続された。1990年代には2機のダコタがエリン時に改造され、 それまでの三色迷彩塗装に代わり、クレー系のロービジ塗装を施されて運用された。2000年代に入り、長年運用された DC-3、C-47 系列機が退役し、代わってアメリカ製のビジネスジェット機である、ガルフストリーム G500、G550 をベースに IAI が開発した G550 ナショーン、アイトム誌早期警戒完成機、 G500 ナショーン・シャービート・セマ電子戦機を運用する飛行隊となり、第122飛行隊の愛称もナフション・スコードロンとなった。また、同じ頃、ベングリオン国際空港から南部地区のネバテム空軍基地に拠点を移した。ありがとうございます。